ニューヨークモダンファッション。ハラショー TV。はい、皆さんこんにちは。ハラショーこと原田翔太です。今日はニューヨーク帰りということで、ニューヨークでゲットしたお土産について紹介したいと思います。実は着てます。服と靴なんですけども、ニューヨークね、ファッションの街でもあるんで、せっかく行ったら服欲しいと思っている人もいるかもしれません。まあ5番街ね、東京でいうとこの銀座みたいなね、ブランド街もあったり、ソーホってところで、まあ昔からねクリエイターの街だったりもしますけども、まあそんな街ニューヨークでですね、何を買えるのっていうところです。まずね、ニューヨークは普通に東京と同じなんで、いわゆるグローバルブランドはほぼあります。旗艦店がね集まってたりするのがやっぱ5番店とか5番街とかなんだけども、せっかくならですよ、ニューヨークでしか買えないものっていうか、日本じゃあんまり置いてないものが欲しいなと思っていろいろ見てました。ニューヨークのブランドっていうと、最近だったら、トム・ブラウンとかすごい人気ありますよね。あとはコーチなんかもそうですし、ダナ・キャランとか、まあ、ラルフ・ローレンなんていうのは元祖ニューヨークデザイナーだったりとか、まあ、あとはブルックス・ブラザーズとかね、いろいろありますけども、全体的に見ててですね、ニューヨークのファッションは主に2つかなと思います。まあもちろんそのおしゃれ感度が低い人たちは置いといたとして、傾向としてですよ、ブルックス・ブラザーズとかラルフ・ローレンみたいなアメリカントラッドを前提にしたね、クラシックな感じのファッションっていうのが1つありつつ、セオリーとかも分かりやすいですよね。まあ今日着てる服とかもそうなんだけど、こう黒白みたいな感じの装飾の少ないミニマルな感じのモダンな感じのね、スタイリッシュなブランドっていうのも人気があると思いますね。だからそのトム・ブラウンなんていうのは、いわゆるアメリカントラッドを現代的にアレンジしたというか、現代的な解釈でモードファッションに昇華してるっていうようなスタイルだと思うんですね。というのがありつつ、なんかこういうすげえミニマルなシンプルなスタイリッシュな感じ、都会的な感じっていうのもニューヨークのファッションの魅力じゃないかなと思います。で、実は今日着てる服はですね、ケネスコールっていうブランドなんですね。偶然、僕が泊まってたホテルから歩いてて、グランドセントラルっていう、まあ東京でいうところの丸の内みたいなね、東京駅みたいなところの駅の周りにこうショッピングモールっていうか、ショッピング街があるんですよ。店頭歩いてたら、おっと思って入ったところに、でゲットしました。ケネスコールというブランドです。これ多分日本じゃあんまり置いてないと思いますね、これ。ただここはね、スニーカーが抜群にかっこいいっす。今日はね、これスリッポン買ったんですけども、こういうシンプルなスニーカーだけじゃなくて、ハイブランドが使っているような、ハイカットのスニーカーとかね、革靴とかいろいろあったんですけども、超かっこいいっす。でもって値段はケネスコールはね、中堅くらいって感じ。スーパーラグジュアリーブランドほど高くないんだけども、ファストファッションよりはちょっと高いみたいな感じです。まあ、そこそこ値段するよねみたいな感じ。日本で買うとやっぱセレクトショップオリジナルぐらいの価格のイメージかなって思いますね。なんでそんなに高いブランドじゃないんだけど、めちゃくちゃかっこいいですここは。うん、82年に始まったブランドだそうですね。で、日本の展開は少ないんですけども、一応結構国際的にはアジア、オセアニア、ヨーロッパにも展開してるそうです。でも本当にね、服の感じは今日着てるような感じです。こんな感じで、もうなんかミニマルって感じで、ちょっとね面白くって、今回買ったのはですね、じゃあご紹介しておきましょう。あ、こんな感じでサングラスかけちゃったりして、あ、ニューヨークモダンファッションみたいなね、ニューヨーカーみたいなね感じをイメージしました。なんとなくですよ、なんとなく。これも僕の勝手なイメージなんですけども、センスっていうねファッション通販サイトがあるんですけども、そこのモデルがなんかね、こんな感じのかっこよくしてるんですよ。それに近いなと思って、そんな感じをイメージして買ってみました。で、買ったアイテムとしてはまず T シャツですね。ご覧の通り超伸びます。で、胸にポケットがここについてますね。伸縮性が非常に高い黒のシンプルな T シャツ。ここにスリットが入ってて、後ろ側がちょっと長くなってるんでね、そういうようなパターンの工夫は少しされてますけども、もうシンプル極まりない普通の黒 T シャツ。ほんでパンツの方がですね、これジャージなんですよ。ゴム入っててバコーンって入って、よいしょ、紐で結んで止めて、こう中入れとくっていうような感じで、ここがおしゃれだなと思いますね。いわゆる中学生の時のジャージってこれじゃないですか。閉める、よいしょ、開けるみたいなことができます。今開けてますけども。で、スリッポンで、このスリッポンはね、ちゃんとレザーなんですよね。最近スリッポン超流行ってますけど、レザーのスリッポンってのはなかなかスタイリッシュだなと思ったんですよ。なんかありそうなんだけども、ニューヨーク的なモダンさっていうかね、モダナイズされたスタイリッシュさを持ってるなーと思ったんです。なんでこんな感じで、買ってみました。スリッポン見ますかね、こんな感じなんですよ。ちょっと履いちゃったんでシワ入ってて汚れてますけども、こういう感じ、かっこいいでしょこれ。
ありそうでないんですよ、こういうのって。スズリッポンいろいろあるけどね、日本でも。ちゃんと革で、こういうミニマルでっていうのがなかなか少ないんですよ。で、これに、こういうちょっとオーセンティックな感じでね、こういうサングラスしてみちゃったりすると、すげえ今っぽいなと思うんですよ。はい、なんかね、こんな感じです。なんちゅうかこう、ちょっとパーティーピープルっぽさが出るんじゃないですかね。なんの変哲もないんだけど、なんかやっぱこのミニマルさがね、僕は時代を感じますよね。今っていう時代を感じるなと思います。カビじゃないってとかポイント、やっぱスポーティーさがあるんだよね。ラッキーのスニーカーの時も話したけども、こういう感じでめくり上げてね、七分っぽくしてもいいし、こういう風に下ろしてもいいし、ここを締めてキュッとね、足首締めてもこれ使えると、いうことでいろいろね、遊びができるなと。片方だけやるとなんかこう、ほらヒップホップの2着じゃないですか。チャラチャラした感じに見えたりもヒュッとするという感じですね。ということでですね、まあニューヨークいろいろね歩いてみたんですけども、双方も練り歩きましたね。2日3日ぐらい練り歩いたんだけど、まあ、ニューヨークのブランドがいいなと思ったんですよね。どこでも買えるもん買ってもしょうがないし、例えばコーチなんてね、日本にもうそこら中にあるわけだし、ラルフローレンもね、日本に大きなお店あるし、ニューヨーク初で日本であんま見ないようなものを買ってみたいと思って見つけたのがケネスコールでした、という感じで。これね、上下全部合わせてセールしてたんですけども、スニーカーが1万円ぐらい、これとこれ合わせて全部で5万円ぐらいですかね。めっちゃ高いって感じじゃないんですよね。5万円しないな、全部で4万円ぐらいですかね。そんな感じでした。割とこうそこそこカジュアルで、そこそこ値段もねリーズナブルでいいブランドかなと思ったんで、ケネスコールぜひチェックしてみてください。多分ユークスとか、バイマとかそういうので扱ってると思うんで、もし気になる方はチェックしてみてください。ウェブサイトは日本からでもね、本国の英語のサイトだけどアクセスできるんで、それ見てもらうとテイストよくわかると思います。僕個人的に結構ありだなと思いますよ。まあそんな感じです。ということで今日はニューヨークブランドケネスコールのご紹介でした。またね、バイバイ。